こんにちは、創価塾の久保です。竹内志功さんがねお亡くなりになられたというニュースを私も速報で知りまして、それまで深く意識した方ではなかったんですけども、やっぱりね、死ななければならないような気持ちだったんだろうなと、状況だったんだろうなと、返す返す、残念ではなります。それは個人のお亡くなりになった命としては、最大限のね尊重と敬意と、そして喪に服する気持ちを捧げたいと思います。本当にお悔やみ申し上げます。ただやっぱりね、吉田さんが言われたように、やっぱ考え方はね様々なんですよね。竹内優子さんがお亡くなりになられた状況を、じゃあもしね止めれたとして、この地上にはいろんな形で命を落とされる方っていうのはこれからも出ますし、もう止めようがないんですよ。みんなね死に向かっているんですよね。全ての人は死なない人はいないんですよね。で、個人的に自分の判断でその人の死に方が気に入らなかったから、そうではない、ああではない、自殺は良くない、命は大切だ、そういうふうにそれぞれの方が判断されるんですよね。で、私はね本当にね他者に関心がないと言いますか、どんな強い意見があってもそれも一つの個人的意見だなと思っているわけなんですよ。で、1万人の方がね右って言っても、私が左と感じたら私は左なんですよ。ね、やっぱりこう社会的状況とかね常識に配慮して心に思わない方向を選ぶことも正直ありますけどもね。ちなみに昨日町内会の会議を私が招集したんですけども、私が個人的に思っていることと町内会として動くことってのは私は別ですからねというふうなことをお話ししました。これどういうことかっていうと、最近の感染症対策について町内会での意思統一をした時に、私は個人的に無視すればいいと思ってますけども、でも役職柄この町内会というこれ単位で見た時には、私は行政の判断を 100% 尊重して、そのように皆さんに指示を出しますと。だから個人的にはどうなんだ、お前どう思ってるんだって言ったら、私は全然そう思ってませんけども、世間体を考えてこういうふうな判断にしますと。具体的に言うと3月末まで全ての町内会行事はやりませんというふうにお話したんですよね。いろんなことを言う方がいますよね。じゃあ会長自身はこの立場を離れたらどう思うんだっていうふうに追及された時には、いや個人的には無視して何でもやればいいんじゃないですかと。やった挙句それが怖いんじゃないかっていう人は来ないだけじゃないですかと開催するのは全然構いませんよと。開催してその役員とかボランティアに参加したくない人は来なくって、それで開催ができないっていう結果が残ると。もしくは開催する役員は集まったんだけども、開催したところで人は来なかった、これもだからイベントの失敗ということで、ああやっぱできないんだねでいいと思うんですよ。だからね、私はね吉田さん、いろんな人がいろんなこと言っても、そういう意見もあるよねと、一意見だよねと思うだけなんですよ。で、人類が全員一致の意見に到達することはないと思いますからね。じゃあ今日はね命についてちょっと考えてみましょうか。これもね人類一致の見解はないと思うんですよ。命って最も大事だと思います？生命は最も大事だと思いますか？これもね全員一致の見解であるように、当たり前じゃん、命は大事だよ、何よりも重いんだよっていう方もいれば、そうじゃない方もいるんですよ。実は命が一番大事なわけないじゃんっていう人がいるんですよ。いや私もねどちらかというとそっちなんですよ。いいですか？聖徳太子って方いますよね。この方もうとっくにお亡くなりになっていませんけども、聖徳太子という方の意思っていうのは、私たちの教科書ですとかお金ですとかこの意識の中に受け継がれてますよね。これは聖徳太子って方がリアルに生きていない限り価値はないとされるということを真っ向から否定すると思うんですよ。で、私もそうなんですけども、私もいつか死にますよね。死んだ後に、じゃあ例えばうちの息子がねパパが死んじゃったからパパの価値はいきなりなくなりましたということにはならないと思うんですよ。いや命はなくなった、死んでしまったけども、死後のお父さんとなんか心の中でやり取りしてるなと、そういえばお父さんこういうふうに言ってたなとか、お父さんだったらこういうふうに考えるかなっていうふうに思っていくのが、これ私のね息子が私の意思を受け継いだってことだと思うんですよね。私が意識として生き続けてるってことだと思うんですよ。ですのである意味ね、これはちょっと表現難しいんですけども、死んで人生は完成して生き残った人にこう移り変わっていくっていうんですかね、魂という言い方しますけども。ですんでね、皆さんの中にもあると思うんですよ、吉谷さんの中にもあると思いますけども、お亡くなりになった方、若い方とかね、お年寄りの方いっぱいいると思うんですけども、すごくね身近な人が亡くなった時って、亡くなった後もたまにその人となんか会話してませんかね。で亡くなった方に最大限の尊重心を持ちながら、亡くなった人のね名誉をおもんばかるっていう気持ちは誰にでもあると思いますけども、おそらくこれね生前よりも高まってるんですよ。この心の動きっていうのはおそらく生きてるうちは喧嘩をするけど、死んだら喧嘩をしないみたいな、こんな感じなんですけどもね、生きてる時は腹立つなとかね、なんだよあいつとかね、時には死んじまえばいいのにとか思うんだけども、実際に死なれてみると、なんて愛おしい存在だったっていうということでね、なんかね死後の方が価値が上がることがあるんですよ。これはどう説明するんだってことですよね。明日のジョーという漫画で主人公の矢吹ジョーっていう少年は力石徹っていうライバルをね、もう憎くて憎くてしょうがなかったんですよ。で実際に試合をやってみて力石徹は死にました。やったー、力石死んだー、ざまめろってなったかっていうとそうじゃないんですよ。力石が死んだことによって非常に落ち込んで、非常に自暴自棄になってね、力石がいない喪失感ってのはこんなもんだったのかと、俺が俺でいるためには力石はこんなに必要だったのかということに気づいて、そこから立ち直っていって、力石徹の魂とともにもっと強い世界チャンピオンを目指すようなね矢吹城になっていくんですよね。で断るごとに力石のことを思い出して自分を励ましていって、減量に打ち勝ったりとか、最強無比のライバルを打ち倒したりとかするんですよね。その漫画にも表現されてますけども、誰しもね死後の方がもしかしたら価値を高めてるんじゃないかなという現象があるんですよ。その人に対して美化していると、そう考えると、ちょっとまとめに入りますけども、命が一番大事というね、この人間が生きて動いているっていう命が終わっても、精神としての生命をみんなで大事にしてるんじゃないかなと思うんですよ。ということで私の結論としては、人間の意志の方がもしかしたら限りある生命よりも大事なんじゃないかなと。そしてその意志ってものをなるべく長生きさせるために、人類っていうのは親から子へ、子から孫へね、いろんなことを伝えていくんじゃないかなと。それに必要なものが文字であり学問であったのかなと思うんですよね。でね、ひらがなとか数字とかこんな便利なものを誰が発明したかわからないけども、それを、受け継いでますよね、そういうことまでちょっと考えるとね話が長くなるんで、この辺にしておきますけども、命は大事だってことは私は分かります。ですけども、命が一番大事かどうかっていう議論になると、私は一番大事なのは命ではなく意識なんではないかなと思いますね。まあ、すごく差別的に一部聞こえる方がいたら申し訳ないんですけども、生きていても生きていないような精神状態でいるんだったら、それは生きてると言えるのかなと思うんですよね。まあ、ここはね生命観とか倫理観っていうのは統一してこう考えろっていうふうに命令するものではないんで、100人100行だと思うんですけども、なぜかねこれね予定調和なんでしょうね、きっと。100人一通りの考え方でないといけないというふうに寄っていってるような気がします。だから誰かね有名な方とか大切な人が亡くなった時に命が大事論に来るんですよ。特に自殺をされた時に誰かがね、自殺なんてするもんじゃない、自殺は絶対ダメだっていうふうになりますけども、じゃあ自殺をねせずにもう誰にも信頼されてないと、生きていても何の希望もない中で生かされているものってのはどんな苦痛なのかなということなんですよね。やっぱりね自殺自体が私は悪いというよりも、自殺に追い込むような人間関係や精神こうなんですかね、相対的精神関係ですよね、それから社会情勢とか、こういったさまざまなものを総合して人が判断するときに、生きていても仕方がないと思ったり自暴自棄になったりね、死んでしまったりとかすると思うんですよ。そこからちょっとね結局話長くなったんですけども、延長して考えるとこの夏すごくね私は意識したのが家出少女の問題なんですよね。いや私のところにもね相談が何件も、これね何年も前から来てるんですよ。何年も前からね、これまた別の話しますけども、今年何件かいただいた中ではもう家にいたくないんですと、で家を出ましたと、家出したんで誰か止めてくださいと、私はもうどうなってもいいんですというような形でね、中学生とか高校生の女の子が幸せな家庭を蹴ってですね、幸せとは思えないような自暴自棄な男性のところになだれ込んで、まあね、妙な関係になると。で結局事が終わると後悔して自分はバカだったと、取り返しがつかないことをしてしまったということでね、さらに不幸になるということなんですよね。これなんでこういう話するかっていうとね、幸せなはずなのにわざわざ不幸に向かおうとする精神状態もあったりするんですよ。それ何なんですかね。お父さんお母さん何不自由なく子供を育ててきて愛情をかけてきたのに、そのお子さんがねどこの誰にそそのかされたのか分かりませんけども、別の精神状態に入ってしまうってことがあるんですよね。だから社会っていうのは接点を持てば持つほど自分の意思が混濁してくるんですよね。そうじゃない強い意志を、自分のことだけをしっかりと見つめていけるような、まず自分のことをしっかりと打ち立てるような強い精神力があれば他者の意見に惑わされることはないんですけども、多くの方はいちいち他者の意見を気にします。わざわざ他者の意見を聞きに行きます。みんなはどう思ってるのかな、みんなはどうするんだろう、こんなことをやったらみんなどう思うかなとか、自分って非常識じゃないかな、何なんですかねこれはね、関係ないよね。誰が儲けていようが、誰がどうしようが、誰が何を言ってようが、それはねその人が選んだ言葉であり、その人が選んだ行動であり、その人が選んだ命なんですよ。自分がじゃあ正解ばかりを作れるのかってそんなことはないですよね。他者の生き方行動に対して絶対正解を押し付けれるぐらいの尊大な人はいませんよね。そんな人間にはなれないわけですよ、私たちは。だからいろんな生き方があり、いろんな考えがあり、多様性はもう止められないと。みんなで一つのことを考えていかないといけない、みんなで一つのことをしなければいけないっていうふうに決めていたのは農耕時代の名残なんですよ、ね。農業をやるのには一つの田んぼでもね、家族総出で近所の人総出でやらないと、とてもじゃないけど米の作付けからね、回収からねできなかったわけですよ。その時代があったからみんなで一つのことっていうのがね美しく考えられていましたけども、今はそんな時代ではなくて100人いたら100通りの方向に伸びていって、そして100通りのね花を咲かした方がいいんですよ。世界に一つだけの花っていう、私はねあの曲は好きではないんですけども、あれをね好意的に解釈するとなると、100本の種から100本の花が咲いた時に100種類の花が咲いていいんじゃないのかなと。中には早く枯れるもの、長く咲いているもの、いろんな花があるけども、そういったバラバラがこの世の中なんじゃないかなと、宇宙なんじゃないかなっていうふうに私は解釈してるんですよ。同じ方向に向かわないといけないのか、同じ時期に就職して、同じ時期に葬式をして、同じ時期に結婚して、同じ時期に死なないといけないようなもんではないですよね。平均寿命が80歳かなんか分かりませんけども、80歳までに生きたら幸せ大往生、60歳だったらかわいそうね、早死にねではないと思います。どれだけその人が意思を持って生きたか、その意思を誰に引き継いだかだと思うんですよね。ちょっとねやっぱり長くなりましたね。生命観っていうのはね、私ね長いんですよ。宗教の方がねご訪問いただいた時にものすごく話し込んじゃうんですけども、2時間3時間話すんですけどもね、楽しいんでしょうねきっとね。命っていうのはどんなのか、その命の矛盾に、答えを見出していこうとしてる自分の姿勢がね、で答えが見えたようでいやいや違うんじゃないかなっていうふうに自問自答する日々がね私の人生です。それが隠居ライフです。いってらっしゃい。